松茸は、キシメジカキシメジ族キシメジア族松茸節のキノコの一種。日本やロシアを含むアジアとヨーロッパ、北、アメリカに分布する。腐食質の少ない比較的乾燥した土壌を好む。秋に、赤松の炭素林のほか新葉樹が優先種となっている、混合林の地上に生える。菌視体の生育温度範囲は5セ30度、最適温度は22セ25度、 最適 pH は4.5から5.5であり、菌糸の成長速度は遅い。生育地となる松林が、世界的に松枯れなどの病気に悩まされていることなども、あって、減少傾向にある。国際自然保護連合が2020年7月に、絶滅危惧種に指定した。特有な方向があり、日本では、高級な食用キノコとして珍重されるが、海外では、不快な、 臭いとみなされていることが多い。その子実体は、松茸オールによる独特の強い香りを持ち、日本においては、食用キノコの最高級品に位置づけられている。発生時期には、地域差があり、高緯度の冷涼な地域での発生は8月末頃から始まり、九州などの比較的温暖な地域では11月末頃まで発生する。 梅雨頃に生える季節外れの松茸はマツとも呼ばれ、共に食用にされる。なお、松茸の仲間にはよく似たキノコが多数確認されている。赤松の樹齢が20年から30年になると、松茸の発生が始まり30年から40年が最も活発で、70年から80年で衰退する。松属などの樹木の根と、外生菌根、または、 外近婚と呼ばれる愛理共生体を形成して生活している。松ケの古実体は、典型的には直径数メートルの環状のコロニーを作って発生し、その領域を白と呼ぶ。その語源は白とも、白あるいは大とも言うが定かではない。白の地下には、松ケの本体である菌主体と近婚が発達しており、土壌が白くなっている。 松茸は品栄養な比較的乾燥した高湿度層に腐れ毛カビ属新菌などと共に生息しそこに分布する宿主の吸収根と共生する地表に落子、落葉などが蓄積して不栄養化が進み分厚い不要度のようになると松茸の生息環境としては不適である。放実する日本における収穫量の減少は開発や 松食い虫被害による松林の減少に加えて里山の住民が肥料や燃やす燃料として落ち葉や焚き木を取らなくなったことによる土壌の不栄養化が大きな要因になっている。発生初期の若い菌糸の白と最盛期を過ぎた白の水分量には差があり、最盛期を過ぎると乾燥化が進み、不凍水槽が形成される。 白の内部では乾燥化が進み、抗生物質様のものを分泌して、細菌や放線菌を排除する現象が生じているが、イーアチと呼ばれるこの排除現象は、菌根から由来する物質単一では起こらないと考えられている。また、古実体元気形成の刺激日前後の降水量と、古実体の発生本数には、性の相関があることが明らかになっていて、8月から9月の降水の、 感覚は発生本数に大きな影響を与えている。一方、不正植物である尺上層かの尺上層は、松茸などのキシメジ科の菌に寄生することが知られ、イボタケ科のケロウジは、松茸同様の菌根菌であるが、松茸の白を排除して縮小させ、自らの白を形成する。そのため、これらは松茸の大敵とされている。1999年、 スウェーデンのイードネルラが DNA 解析により禁煙種とされていたヨーロッパ産のキノコと松茸が同一であることを突き止めた。T の強さむの方が松茸より20年前に学名を付けられていたが有名な T 松茸を保存名として学名は変更しないとしている。日本国内で採集した84禁酒についてドナの X1 領域を比較した結果 八タイプに分類することができた。そのうち一つの専有種は、九州から北海道まで広範囲に分布している。近年、中華人民共和国の四川省や雲南省から、松茸が出荷されているが、この地域に分布する松茸は、松類ではなくブナカ樹木を宿主としており、現在その生態や分類に関する研究が行われている。2008年、 独立行政法人森林総合研究所、財務省関税中央分析所、新州大学農学部、滋賀県森林センターの共同研究により、DNA 分析によるアジア産松茸の地理的、タイピング法が開発され、形状では判別できない産地の判別方法として、実用化が期待される。松茸松茸を取るのは難しく、 通常のキノコのように地表に顔を出して、傘が開き切ってしまえば、香りも味も落ちる。このため、地表からわずか1から2センチメートル程度、顔を出したところを見極め、根本から押し上げるようにして採取する。白の場所を知らない人間が、闇雲に探しても採取できない理由は、この点にある。また、地類の多い林地では、傘が地上に見えないこともある。 現在のところ人口栽培することができず、自然に発生したものを収穫する。入会地の過剰利用などにより対抗繊維を起こして、赤松が優先するようになった里山は松茸にとっては適した環境であるため、過去には日本でも多く採れ、庶民の秋の味覚として親しまれた。松茸列車と呼ばれる、国産松茸を満載した貨物列車が毎日東海道本線を走ったほどで、 ある。しかし、松の早枝を燃料や肥料として利用しなくなり、松林市の臨床環境が不栄養化したことと、松食い虫により松枯れが多発したことで、松茸の収穫量は激減した。そのため、現在では、高価な食材の代表格となっている。林野町の資料によれば、昭和初期の流通量は6000トン程度で、 最盛期の1941年には1万2000トンが記録されている。しかし、その後減少し続け1965年に1291トン、1998年に247トンであった。2010年には140トン、23億円を算したが、これが前年比5.8倍である。1993年のような例下で、 雨の多い年は多く発生するものの、夏が暑く8月中旬から9月末頃の降水量が少ない年は終了が減少するとされてきたが、2010年のように記録的猛暑にもかかわらず秋の降水量が周期的で十分多かったことで、松茸が歴史的方策になる年が出現するに及んで、夏の猛暑自体は地中温度にあまり影響を与えないために影響は受けにくいと、 考えられている。最近では市場流通量のほとんどが輸入品で占められ、中でも韓国や北朝鮮、中国からの輸入が多い。2007年の10月には北朝鮮産については2006年10月の核実験をきっかけとする経済制裁で輸入が止まっており、中国産については残留農薬問題に橋を発する市場の不信感から価格が低迷した。 北米からは別種の T マグニバレアが輸入されているが、それを含める維持の形態、食味、香りを持つキノコは、市場では一括して、松茸として扱われている。北米の T マグニバレアは、日本の松茸とは異なり自然度の高い森林に、発生する。キノコを採集するために、熊手で、落葉草をかくなどして、地表を攪乱することは、 樹木の細根を傷つけ生態系へのダメージとなる。このためアメリカ合衆国では、キノコ狩りに規制がかけられており、一時はこのキノコをワシントン条約に基づき保護する対象とすることが検討された。日本国内日本国外日本に輸入される、主な国外産地として一家が知られる。流通過程において風味が劣化していると言われる。主な要因は、 植物防疫法により微量でも土が付着した状態での輸入が禁止されているので、洗浄が避けられないことにある。蒸気以外の国では、モンゴル、ノルウェー、エストニア、デンマーク、ドイツ、オーストリア、チェコ、スロバキア、フランス、スペイン、イギリスにも見られる。マタケの生育量は世界的に見て著しく減少している。 50年の評価対象期間の間に30%を超える現象が見られたことを理由として、2020年7月9日から IUCN レッドリストにおいて気球種扱いされることとなった。この現象の原因としては、生育地となる松林が病気に悩まされている土地利用の変化、森林破壊や集約林業などの窒素地行による不栄養化面積が、 過去50年で3割以上減ったといった要因で、質量ともに減少していることが挙げられ、加えて日本などの抽出が、盛んに行われる地域においては、個体数の減少に、傘も開いていないような若い標本を採取する際に、ゴミや土壌を取り除く、標本抽出法が関わっていた可能性も存在する。バルナラブル純絶滅器具、摂津名所図へ。 松竹狩1796から1798年日本のキノコ食文化の歴史は古く、縄文時代中期の遺跡から縄文人がキノコを食物として利用していたことを示す遺物が多数発見されており、岡山市の弥生時代の百軒家は、軒家遺跡からは松竹を模した土人形が出土している。日本初期には王人天皇に竹を献上したことが記されており、 万葉集には奈良の高窓の山の松茸の短歌が載っており、平安時代になると当時の貴族が松茸狩りを季節の行事として楽しむようになり、古今和歌集、周囲和歌集にもしばしば松茸の歌が読まれている。安土桃山時代になると武士も松茸狩りをしていた様子が記録として残されており、江戸時代になると一般大衆も松茸を食していたことが、 江戸時代の料理本、本朝食館に記録されている。俗信として、地域によっては、松茸の夢は、今日夢であり、二股の松茸を食べるとソーセージが生まれるとする。松茸の天ぷら松茸ご飯日本では一般に、香りが良いとされ、香り松茸味しめじという言葉があるほどである。土瓶蒸しや、松茸ご飯など、香りを生かして食べることが多い。他のキノコと同様に、 松茸も加熱により旨み成分が増えるため、生で食べても旨みは感じない。この香りの主成分は、1938年、農学博士、岩出井之助により解明され、松茸オールと呼ばれる1億点マイナス3オールと、トランスクリプションマイナス2億点マイナス1オール、および経費3メチルからなるとし、人工合成にも成功した。特に松茸特有の香りを生んでいるのは、 経営機産メチルである。松茸の香りを再現した安価な合成香料も松茸エッセンスなどとして市販されている。松茸は弱毒菌であるが極めて高価なキノコであるため一般人が多量に食べる機会はほとんどあり得ず、通常は松茸による食中毒が発生することはない。ただし、多量に食べると吐き気がするとされており、過食は禁物である。また、 古くなった松茸を食べると、激しい嘔吐、ムカつきや下痢などの食中毒症状に見舞われる。これは、松茸のアミノ酸が有毒成分に変化するためである。松茸用培地などの人工気質上でも松茸の菌種体を培養することは可能である。しかし商業栽培される多くのキノコに比べると、菌種の成長は遅い。現在のところ松茸のキノコを人工機質上で、 発生させることはできておらず、エノキタケや、ブナシメジなどで行われているような瓶栽培などの完全な人工栽培を行うには未だ解決すべき課題が多い。なお、本校における人工栽培とは人工環境下での人工気質からの個実体の発生までを指す。発生環境の臨地を整備し個実体発生本数の増加を目指すもので、いくつかは効果を上げている。 松茸の人工栽培をめぐる、総動動族馬カ松茸族が異なるものがある。ありがとうございます。